TV、 こんばんは。お元気ですか？ダーツ楽しんでますか？今日はですね、すごいゲスト来ましたよ。めっちゃすごいっすよ。さあクイズです。今日のゲストは誰でしょう？今日のゲストはさあ誰？メールの方に早く送ってください。メールアドレス tbtv@efelix.co.jp。 イエーイ、すごい人。全然すごくないですね、多分。今日のゲスト、あー、当たった？当たった？当たってない。きたー、当たった。橋本環奈ではございません。さ、そんなね、タレントがいないわけじゃないから、うちも。指原近い。ダメダメよね。筋骨、筋骨もうダメ。当たってない？まだ来てない。あ、当たってないんだ。そしたら、そしたら第一ヒント、トリニダードプレイヤーでした。トリニダードプレイヤーです。トリニダードプレイヤー。あ、クイズの当選者は今日もすごい商品がもう目白押しですからね。めっちゃめっちゃめっちゃいいですよ。今日は、今日は、非売品です。それとかこうタンブラー VS フェニックスの非売品、これすごいですよ結構。あ、またまだ当たらん。こんなの、あ、来た来た来た。フェニックスオリジナルタンブラー。フェニックス嫌い。あ、当たりきました。それではこの4つの中から選んでください。まずタンブラーとタオルセット、もしくは4つの中で選びますよ。オリジナルフェニックスカード&10 周年ゴールドカード&あ、ここ乗っとるやん、すごい。 UBS セット、 UBS や USB ね。そしてそしてこれ、これ、これの1から4まで、2013年の1、2、3、2010年ということで選んでください。正解はカモンベイビー、カモンゲスト、カモン。あ、いいよ、飲み物持ってきていいよ。正解好き、あ、当たった方いらっしゃるんでしょ。じゃあ選んでくださいね、この4つの中から、3つだから。はい、どうぞ。はい、オリエッティ。俺大丈夫？すいません。いや、お尻が入らん。はい、オリエッティです。はい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 。これどれ欲しい？あ、どうぞどうぞ。はいはいはい、こちら。あ、どうぞどうぞ。のしさん、のしさん、おめでとうございます。おめでとうございます。はい、言ってやって。おめでとうございます。どれがいいですか？どれがいいですか？どれがどれがどれが、どれが、これタンブラーセット、 DVD セット&タンブラーセット、タンブラーセット、それか、もしくはこれ、それか、もしくはこの3つのうちのどれか、これこれ、お、フェニックスオリジナル10周年テレカ、あ、テレカじゃない。フェニックスカードと、これ欲しい。テレカ、ごめん、テレカ、テレオンカードとか今サウザギだ。それとこれなんか UBS、 なんかこれすごい、これも USB 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 ね、こうちゃんと突っ込んでくれるよね。ありがとう。これこんな感じ、こんな感じ、素で言ってしまう。はい、ということで、どれがいいって。はい、ということで、いい、こ買うやろ、これ、いい、これめっちゃいいって、これいいですね、これ非売品やけ。クリケットだ。あ、クリケットね。あ、ほんとほんと。これこれいいよね、これ。これもいいです。なんでこんな分厚いんですか？あ、これ2枚入ってる。あ、そうなんです。レア、すごいですよ。テレカ、オリジナルテレカ。
社長が安室ちゃんのライブしか来ないとか言うからあんなこと書かれて、あ、今日安室のライブ、今日安室ちゃんのライブじゃない、今日何やったの、今日仕事です、あ、そうそう、オリエちゃん、オリエって仕事なの、はい、今回はノーギャラスということで、この3つの中から、はい、これタンブラーがね、いっちゃんね、めっちゃいっちゃんね、このタンブラー、これほら、いいやろ、これ、わ、いいですね、どうだろう、欲しい、欲しい、あ、ほんと、くれるんですか、あ、やるよ、いいよ、やったあれほら、一個ほら、あれしとって、これ非売品や、いただきますはい、さあ、ということで今日も盛り上げていきましょうね、皆さん、はい、彼氏いるのってよ、いません、いません、あ、彼氏いないらしいですよ、大丈夫っすよ、わ、CRC さんって、CRC さん、あ、職名って言うんですかね、職名、あらあら、あ、なんか足のけていいよ、ここね、あ、はい、大丈夫ということで、もう誰か当たった、あ、選んでくれた、一応まだメールしてるんで返信お願いします、すいません、早めにお願いします次のクイズで、あと残り物にはカードを選ばれました、カード選ばれたんだ、この方はなかなかすごいですね、カードいいですね、カード &USB セットさあ、ということで始まりますよ、今日も、はい、今日も盛りだくさんで、だくさんで、なんか疲れとんね疲れてない、疲れてない、ちょっと緊張、緊張した、緊張してます、あ、そうなんや、あ、でも喋れるよね、思ったよりね、思ったより、そうですか、はい、喋ります、顔疲れてるほらほら、顔疲れた疲れてないです、女性に、うん、そういうことをねストレートに書いちゃダメなんだよダメですよ、そんなストレートには、今日もお仕事お疲れ様とかね、頑張ったんだねとか、そういう感じでお願いします。仕事は何やってるの、おりえちゃんは、治験コーディネーター、治験コーディネーター、 CRC って言うんですけど、あ、それを、嫉妬、血を研究するやつ、血を取って血を取って、あ、危険コーディネーター、違います、それはここに書いてる、あ、試験、ね、薬の、あ、じゃあ薬の免許持っとった、薬の免許じゃない薬の、もういいね、あんまり、まあ、研究のお手伝い的な、治験ってこの治験、違いますね、違う、その上でお疲れ様の下ですね、ああ、お疲れ様そういうことです、はい、でもじゃあ結構ハードな仕事よね、そうですね、ダーツと両立って大変くない、大変です ねすごいよ、偉いよね、治験コーディネーター&プロダーツプレイヤー、しかも優勝やから、あ、優勝のシーンとかある、ありますパーフェクトの、去年のパーフェクトよね、去年涙の初優勝どこだっけ、あ、北九州、いや、横浜、飛んでいいまだ一本あとで、あ、見事、まだ初優勝、初優勝、やっぱり勝負は分からないですね、完全に松本伊代のペースだったんですけど、3月の第2戦北九州大会と同じ顔合わせになりました、ちょっとそこら辺は意識ありましたか、この後ね、ちょっと浜田を呼んで泣き出ました、途中ちょっとね、やってもされましたけども、我慢強く戦いできました、率直な今のお気持ちをお聞かせください、いや、覚えてない家族が応援してくれた、誰だ、お父様方や、バスの友人に聞こえた、みんなが聞こえた、あ、もういいよ、あ、もういいよ、いいよ、あれ止まった、あ、もう終わった、あ、もう終わったってことね、いや、よかったね、初優勝の時にね、でも初優勝、ちょうど1年ぐらい前、そうですね、初優勝、俺もめっちゃ嬉しかった、結構根性あるよね、
美人なくせに根性あるよねちょっとねいやもうなんかやめなかったらいつかはみたいな感じでなんかもう続けてた感じそっかそうよね、うん、ダーツってでも本当に大変よね。そのどうやったら強くなれますかとか聞かれるじゃないですか、うん、なんかいややめなかったらって言って言っちゃいますつい。いやでも俺もそう思うよ、うん、俺こんなこと言ったらもう本当怒る人おるかもしれないけど、田中美穂ちゃんとか、あ田中美穂プロとか、俺もいつやめるんやろうね、いつやめるんやろうねとずっと思ったもんね最初の頃。うーんちょっとほら結構不器用やって。そうですかね。あ、そう、うん、いや最初の頃知らんやろ田中美穂選手の。もう一番最初は知らないです。知らんね、うん、もう不器用でさ、もうほんとダーツもほら飛ばすのもあんま上手くないしさ、うん、めっちゃ練習してますよね。そうそうそう、もうやっぱ根性あるもん、うん、もうしたらいつの間にかこうねじわ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 来て、うん、ねダーツの秘訣はやめなければ、やめなくて考えながら練習して続けてれば絶対チャンスきますよ。頑張ってください。うん、いや本当本当。ですよね。はい。クソ可愛いってよ。よかったね。結婚して。でも今彼氏おらんてよ。はい。今彼氏はいないそうです。はい。子供はいますよ。子供はいます。子供はいますよ。子供はいます。お母さんもいますよ。お母さんもいます。子供めっちゃ可愛いよね。はい、ちょ子供ちょっと写真ある？あります。ある。まあ、かも。ああ、可愛い。可愛い。準備万端ですね。万端。ちょっと早い。仕込みすぎ。愛が愛もっとさ、もっとちょっと早くもうお前ちょっと早く出しやい。早く出しや。あちょっとでもういきなりポッポッみたいなね。彼氏立候補しますって。可愛い。お母さんも綺麗よね。まあまあ。そうですね、お母さん出して、あお母さん、お母さん、お母さんさすがにない、お母さんない、お母さん、お母さん探し気なのね、いくらさすがに、うん、いくら何でも探せんよね。そあ出た、綺麗綺麗綺麗、ちょっと間を置いたよね、可愛い、綺麗ね、綺麗綺麗、やっぱ二頭ね、似てますかね、二頭二頭。もうあの年に1回フェニックスカップ大分に来て、みんなにこう若いって言われるのが楽しみみたいな。そこはもう狙ったわけね。私より気合い入ってますの、当日は気合いバチッと、うん、で今お母さんと娘さんと3人暮らし。いや、父親と弟、弟と4人暮らし、5人暮らし、5人、あそう足し算せば分かるでしょうね。そうよね。そうか。それでは2問目いきますか、そろそろ。はい。2問目いきますか。2問目いってもいいですか。今日はもうプレゼントがいっぱいあるんでね、つばペン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 飛ばします。2問目、あ、カモン、カモン、カモンいきますよ。わからんけど。さあ、2問目です。浜田プロの好きなミュージシャン誰？一番最初に当たった人。もうヒントはもう満載。もう来たよね。もう来たよね。もうこんなさ分かりやすい質問やめようよ。難しいな。あ来た村。あもう言ったらいかんとかね。浜田省吾。あ正解。浜田省吾来た。娘さんをくださいってどうする、娘さん。ダメです。ダメ。ちょっと顔がマジになるよね。とんでもないことを書いたらダメですよ。ということは、未来の優勝。でも娘さんダーツする？全く興味ないですね。あ、興味ないんや。なんかあ、やっぱさ。やっぱさ、そういうのダメにダメにせん。いやいや、冗談。はい、じゃあ当たった方はまたあの方、正解者、はい、ハマロド、
浜口ドリゲス浜口ドリゲス当てすぎもう浜口ドリゲスすごいですね、毎回見てるんですね。 浜口ドリゲス浜いや勉強済みですこれ。浜ドリ浜ドリよ、もう浜ドリ、もう浜ドリ、浜ドリ労働浜ドリ、これこれが生きがい。浜ドリのこの間のプロフィール見たら、TBTV の権威当てるのに人生かけてますって書いてました。はい。へえ。はい、浜口ドリゲスさん、どれがいいですか。もうしゃあないです。浜ドリシフトして次回から。浜ドリがちょっと当てにくいよ。当てにくいな。そうそう。DVD4 本セット。もしくはタンブラータオルセット、すごいよこれは。これ俺どっていいよね、これタンブラー、これマジ浜ドリゲスト、あいいね、一回ドリゲス。でも面白くない人やったら嫌やな。おるちゃんね、パーフェクトでもさ呼んでさ、はい、なんか質問するたんびにさ、あそんなこと聞くとみたいな。マジで全然なんか面白くないじゃん、この空間みたいな感じで。もう不機嫌そうに答える人がおるけどね。あもう選ばれました、まだ選んでない。じゃあこの2点ですね。浜ちゃんおめでとう、当たったよ。送るね、好きなの書いてね、どっちか。なんか文字って浜織とか出てるんですけど、あ浜織浜織落ち着いてる。さあこれでもう2問目終わりました。今日は2問だけじゃないですよ、2問だけじゃ、あと2問じゃないです、これもありますからね。これなんていう商品、これこれなんていう商品やったっけ、これシャンブル、あシャンブル、シャンブル、あトリニダードシャンブル、これいいよ、いい、これねゴムがねこうねピッと外して、ね、取れるじゃん、ダーツがピューってすごいやろ。ヤドカリ付きですね。ヤドカリ付きの、あ、すごい。なんでヤドカリの。これこうして、あ、これまあクイズの時でいいか。こうピッてして、トーナメントの時も楽ちん。結構ねしっかりしてるほら。こうピッてこうほら。あ、バレる。お、バレるものついてるんですか。バレるやつ。なんでそんなに。なんか結構話せるね。思ったより話せる。ちょっとハードル上げてみる。あ、カードも入れるんですね。カードも入れる。そう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 。よくな、ほら。いいですね。ね、はい、ということでこれあとね、あと言います。本当よ、コンパクトですよ、コンパクトでいい感じよね、うん、あれところでビールちょうだい。おビールをください。私の予習では向こうから振られてから飲まれてましたけど。いやあ、なかなかこう勉強家だね。勉強してきました。勉強家だね、はい、あそうです、あれありますよ、オリエティとのデート券もありますからね。そうオリエティと行く。50名様多くないですか。乾杯。オリエティと行く止めて場の旅。支払いはあなた。ちなみにボディーガード TV がついてきます。降りる、ちょ止めてばかりして止めてばいいじゃないですか、止めてば行きたいですね。うん、もうデートぐらいなんともないよね。いやぶっちゃけもうぶっちゃけこうやって、あオリエッティのデート券当たるんならって、じゃあつって止めてば行けばいいんですね。止めてば行けばいい、ボディーガード付きで。タンブラータオルセットいやーパーフェクト DVD4 本セット、一番高い4本合わせて定価約2万円。これが一番最後に売れ残りました。多分皆さん持ってる、あ持ってるんだね。じゃあオリエッティとのデート券は何に使おうか。いや冗談やからね。いやマジマジ飲む前から酔ってる TV。 さあ行きますよ、それでは皆さん元気ですか。じゃああ、今回皆さんあれ見ました？鳥で、鳥でと、あ、
ちょっと待って。オリエッティ、大人っぽい。ダーツを始めたきっかけは、オリエッティ。ダーツを始めたきっかけは、まあ、よくあるあのプレゼントダーツ欲しさに。家族で行って、私だけ取れなくて。嘘。で、悔しくて。うわー、そこで仮によ。うん、ダーツ、しょっぱな、マイダーツ取れとったら、もうダーツやってないかもしれない、ね。ハマってないかもしれない。で、次の日も一人で取りに行きました。すげえ。すごいですね、皆さん。そういうことがあるんですね。ダーツを初めて行って家族で、はい、カウントアップで取れなくて、悔しいって言って次の日行ったわけね。そうです。バリスゴ。じゃあ皆さん、僕のダーツのきっかけ知ってます？僕のダーツのきっかけ知りたい人、知りたくないですね別に。別にお前の話が聞きたくないって感じだね。熊本ここでも熊本知らん知らん。あ、毛が少なくなるハゲをきっかけにムカつく。聞きたい人手挙げて。はい。で、ね、いやいや、あのね、違う、これね、最近ね、聞きたい人手挙げてって言ったらね、はいってするとよ。何あれ。あー、たくさん。これ何、これ、これのって何。あ、のって入れるってカタカナだ。手ですね。あ、はい、手まで振ってます。あ、でも知ってます、知ってる人、知ってる人います。すごいね、大喜利みたいになるね。知ってる人いませんよね。あ、知ってる、知ってる。自分が、自分がちょうど横浜にで結構行きつけの、ちょっとなんですかね、なんかこうちょっとリタイアした系のバーに行けたんですよ。リタイアしたというか、もともとこう、こう、もうクラブのママでみたいな人がリタイアして、なんかもう、あ、で疲れたわ、クラブに疲れちゃったのみたいな感じで、もう引退してバーを開いた。で、結構その人がと気があって、結構なんつうの、なんかこう、ちょっと年は取っとっちゃうけど、なんかこう、なんかこう元気が良くて色っぽくてみたいな、そういう人の店にダーツ始める前行き寄って、で店に行ったら、福ちゃん知っとう、これダーツで、あーみたいな。そっから、そっから、で毎日カウ、当時カウントアップ200円1回ね。で、その店のバーテンとか、福ちゃんもうええわ、すみません、すみません、はい、そういうことで、まあその程度にしといてください。そういう流れでね、やっぱきっかけ何があるかわからないよね。でもそこでハマって、で、すぐそのバーに行かようになったよ。もう投げるのそこそこ上手くなって、もう面白くないけんって言って、それから横浜のボースンとか、ボースンって知っと、竹山大輔、あ、もう知ってます。で、そこにもう行き出して、もう横浜中回るようになったら、今度六本木中でダーツし出して、で、福岡に帰ったらダーツがなかった、うん、で、どこにも投げるところないけん自分で作ったの。あ、なるほどですね。ね、それからもう本当、でも仕事が結構当時忙しかったけん、もう本当その店はもう遊び場やったよ。ですぐ満員になったよ、うん、それからよ。もう恐ろしいよね、何が聞きたいかわからないよね。それがなかったら、そう、カウントアップでオリエッティがね、マイダーツ一人だけ取れんかったけんダーツ始めたのに近いよね。すごい。今横浜太郎ズに行かない。そうよね、与那国にも作って、チトボス誕生、誕生、はぁ、あ、誕生みたいな。そんな感じなんです。昔の社長はすごかった。いや、すごくはないけど、別に、いや、だってさ、当時レーティングどんぐらい、20ぐらいやったね。20ぐらい、今でも、うん、大したことない。うわ、彼氏はやっぱ髪の毛あった方がいい。まあ、相手によります。相手によります。まあまあ、ちょっと苦しい答えでしたね。どうもどうも。 TB なんで投げる前にダーツ横に待つの。横に持つ、ただのおっさんながら相手に罰いいよね。ですね、全然いいですね。さあ、それでは次のクイズいきますか。はい、いきましょうか。じゃあ
次のは DVD4 本セット。これいらねえとか言われるとか。はい、浜田選手のカウントアップの点数一番近い人。これでハマロドが取ったら、俺もうあなたのこと神とここに招待する。あなたは俺の神ですって言って招待しますんで。これ4本。はい、じゃあカウントアップして。え、1回目でですか？1回目で行こうよ。あ、いいよ、わかった。じゃあ。どこにつけたい？3頭でいいよ、3頭。あ、2スロー。2スロー。2スロー。まさかの素人ゲスト、失礼しちゃうわ。あ、でもいいかも。あ、そういうことね。はま、そう、もうこれ当たったらもう招待した。いや、いいよいいよ、6としていいよ。あ、なんか飛びいいね。バレるの、あの使い音。バレるはレーザー。あ、トリニダードレーザー。はあ、レーザーね、飛んでいくね。ほー、レーザービーム。お、いい、うまい、調子いいやろ。うん、なんか前の悪い癖がちょっと治っとんもん。だいぶリラックスして構えれるようになったよね。うん、じゃあいきますか。じゃあちょっと操作してよ。いや、ゲン操作しいよ。そうね、オリエッティのバレルもちょっとそろそろ検討しようかな。あ、緊張して大丈夫。256とか。ちょっと笑わせるのなしでしょ。オリエス。ナイスオン。ナイスオン。さあ誰が一番近いのか。超えてもいい、手前でも一番近い人。ナイスカバー、オリエッティ。私服可愛くねって書いてよ。伊藤美咲。ナイスオン。なんかエロいな。エロいな。いいな。もうゲンさんの前。お前真剣しよっちゃうの。そうですよ、みんな気合いで当てに入っとる人もいっぱいおるっちゃけん。あー、そう、やっぱうめえな。いつもの部屋じゃないんです。あ、いつもの部屋、ここ。扉いいな。ナイスオン、うまい。やっぱプロって本当にうまいんですね。だって練習もしてないのにさ、いきなりさ、意外とうまい。オリエさんだ。でもオリエって人気あるね、いっぱい入ってくるね。TV を投げてみましょう。ナイス。でもまあまあ744。カバンどこ持ってカバン髪結んでない方が好きかもってよ。こう色っぽい感じがするやろね。うめえな。なんで？え？ハマロドかも。え？トーンの何か似てる？似と言われる？
いや、似てないよ、ちょっと。あの人ちょっと性格なんかもう、ゲンさんが邪魔しなかったらもうちょっとそう、ゲンが仮面下ろした方が好きってよ。でも今グリップどんなグリップ？あ、こんな感じなのね。ほぼ日本グリップ。そうですね。あ、やっぱここ触れとったね。ね、はい、グリップどう強い？一応乗せるだけのイメージにはしてるんですけど。でも結構飛び良くなったね。そうね、最近ちょっとね飛ばせるようになった、ね、いい飛びしとん。投げやすい？投げやすいです。いや、見た目でちょっとさ、触るな。もうほら書かれた。TV の。TV 合法的にお触りする。もうちょっと手触りたい。あのね、そこまでね、俺ね、エッチくないよ。エッチくないと。あ、でもこれいいよね。はい。剥ぎやすいよ。レーザーか。トリニダードレーザー。ちょっとトリニダードレーザー出して。資料。これいい。いい。いい、いいです。何？え？当たった？浜中継中ですが、浜アロドが750点で、ひょっとしたら、TVTV プレゼントゲッター、浜アロド。ジャングル行ったら、レーセント勝負で、あ、そうだ、できます、できます。ジャングルにいる、どのくらいの割合でいる？大分のティトジャングルか。はい。どのくらいの割合でいる？まあ、週によるんですけど、うん、週末パーフェクトが入ってたら平日2日ぐらいとかしかいないです、うん、あ、週2回もいるの？はい。じゃあ待っててずっと週に2回行くらしいからぐらいは行って、ずっと朝から晩までずっと来ない時でもずっとティートジャングルで待っててください。そんな意地悪みたい、意地悪みたい。え、ハマロード、すごい、ハマ750です。ちょっとはい、質問いいですか？実はハマロードしか書いてないなかった。いや、何十件か750で来てましたから。ハマロード、浜口ドリゲス、おめでとうございます。すごい、これ4本よ4。ちなみにどこの人？浜ロード。次回ゲスト決まりましたね。いやいや、もうもちろんでしょ。あの、交通費出してここまで来てくれるならもういいですよ。出た浜ロードみたいな、 TVTV やらし浜ロードみたいな。浜口ドリゲス、すごい、ずっと、あ、多分浜口、浜ロド出入り禁止、浜ロド。わあ、いいな。で、話は変わるけど、その後プロになろうと思ったよね。うん、はい。プロどういう経緯から？でも結構上手くなったよね、すぐ。いやいや、でももう1年ぐらいで、うん、ちょうどプロ試験があって、で当時大分で強かった女の子に一緒に受けようって言われて。誰強かった？クミちゃんっていう。クミちゃんなんかどっかのハイネケンで。あ、クミちゃん結構かわいい。かわいいね。うんうん、クミちゃん何してんだろ今。わかんない。クミちゃん元気？ダーツしようぜ。かわいかったよね結構。横浜からでした。あ、浜野田さん。あ、だけ浜口なのね。あ、違うか。横浜で浜ロード。浜ロードさん待ってますよ。暇な時一回来ていいですよ。とりあえず。交通費は出しませんけど。おめでとうございます。4本セット。時価総額2万円。おめでとうございます。送ります。そう、で一緒に。クミちゃんなら今隣にいるよってよ。クミコか。そう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 。クミちゃん。クミコ。クミコちゃん。クミコちゃん。ああ、そう、うまかったよね、ダーツね。まあ、もう、その人に、まあ、追いつこう、追いつきたいっていうのと、あとその、当時投げてた、まあ、お店の店長が、うん、
かここにいる男性みんなやっつけてよみたいに言われて、うん、よっしゃみたいな。よっしゃ、すげえ。そうなんだね。久美ちゃんパーンって受かったよね。受かったけど、いや出てたと思います。ね、最初の方出てたよね、うん。そうなんだね。じゃあおすすめの練習法は？とりあえず最初1501で、うん、もうこう気持ちよく腕振れるぐらい、なる、もう入れるとかじゃなくて、うんうん、ブンブン振って、ブンブン振って、気持ちよく投げれ出したら、今度なんていうんですかね、ぴったりゼロにしていくっていうんですかね。ああ、一歩目はブルにして、でも例えば1193とかやったら5736とか言って、ゼロゼロにしていくみたいな。そうね、すごい。うん、でも177上がったよねこの間ね。すごいね。ハマるんですね。東京のキリンはどこ？東京のキリンはどこ？東京のキリンって何ですか？あ、俺かな。1年でプロってこと？1年でプロ試験受けます。ではパーフェクト今何年目ですか？8年目です。8年目？え、そうやったっけ？2年目の開幕戦から出て。あ、そっか、はい。すごいよね。なんかベスト8にすぐ入ったよね。そうですね、最初の年に入りました。ダーツのこう楽しさ、ダーツの楽しさは何？ダーツの、何なんですか、もうなんかもう中毒みたいですよね。あ、中毒だ、ダーツ中毒だ。うん、だってなんでこんな苦しい思いしてんだろうって思う時もあれば、もう超楽しいみたいな時もあるし。そうね、うん、パーフェクトとか見てたらもうほんと苦しそうやもんね。あれ大変よね、ほんと。なんかダーツの試合ってさ、こうなんか洗面器に顔突っ込んで、先に洗面器から顔上げた方が負けみたいなとこあるやん。それは。あ、分からん。いや、なんかさ、もう辛いっていうかさ、厳しいやん。厳しいですね。ね。だってさ、こっちがハッと、向こうもハッと。あっちがハッと、こっちもハッと、ずっと競い合うわけやん。削っていって、あの感覚ってきついよね。うん、なんですか、でもなんか相手を意識せずに投げたいんですけど。するよね、うん。しちゃいますね。するよね。うん、ハマロードさんってパーフェクトの選手なの？パーフェクトプロ？失礼。あ、すごい。ハマロードって知って、浜口、ハマロードってパーフェクトの選手って知ってた？知らないです。うん、織江さんがブル入らない時の顔好き。やだ。そうだね、メンタル。この前の予感も負けはしたけど、最後の16のベッドに。見てたんですね。意地を？意地を何？意地を。16のベッド打ち合いしてたの？あ、意地を見た。あ、や、最終ラウンドで、うん、まあ、点差ははっきり見てなかったんですけども、すっごいプッシュされてもらえてたんですよ、うん、で16ベッド出したら、まあ、1点足りなかったんですけど、うん、まあ、ベッドで、うん、で、うん、ああ、そうだよね。ちょっと意地を見せた、自分でもちょっと思いました。ちゃんとちゃんとでも見とったよね。ファン多そうやけどね。あら、 CM？じゃあすいません、ちょっとなんかもう40分も話しとると、俺って口から生まれた口太郎。なんか受けた、イケメンらしいですよ。あ、ハマロドさんイケメンですやん。え、マジ、ちょっと一回来てほしいね。あ、何 CM？ はい、じゃあ、はい、
織江さんが気にしている選手は誰ですか？気にしてるっていうのは負けたくないとか、そういう負けたくないライバル、みんな負けたくない、ない、そうですね。じゃあ誰をリスペクトしてる選手の？そうです。やっぱめぐちゃんですかね。ああ、めぐちゃん。勝ち続けてるってすごいっていう。すごいよね。やっぱね、あのなんていうかな、あの強さは、まあまあ今ね、今大城がね頑張ってるけど、大城選手が、やっぱあのめぐの勝ち、まあ勝つ、やっぱすごい自分にあっこまで追い込められたらすごいなと思うもんね。追い込みがすごい、自分に対する。よく一緒に移動ここ最近するんですけど、話聞いててもなんかはぁーってそうそう、なんかもう本当手しとよね、勝負に。うん、偉いなと思うもんね。もう私が勝つことで、勝つためだったらイベントも断るしって、みんなほらイベントとかほらみんなやっぱほらね稼げるし、イベントとか行くじゃない。メグはもう逆に行きたくないっていう感じだからね。トーナメントもその必要なトーナメントは出るけど、もう勝つためだけにもう集中したいとね。まあでもまあまあまた落ち着いたら出てくるんじゃないかな。うん、思いますけど。やっぱね、あのスポットライトを浴びた人間はね、なかなかねやめれんよ。あのなんていうの、わかるよね。なんかこうみんなが注目してみたいな、スポットライト浴びてそこでインタビューされて、あの感激を知ったらね、やっぱり、なかなかやめれないと思うけどね。やめれないでしょ、ダーツ。ねえ、そうだね。いや、メグはすごかった。過去形じゃないし。過去形じゃありませんよ。メグまた来ますからね。すごい。はい。TV のうるさい感じに、織江さんの静かな感じ。俺、うるさい？うるさくない？うるさくないですよ。ほら、ほら、ほら。うるさくない。大城の独走を止めてくれ。厳しいかな。乗ってますね。乗ってるっていうか、もう、多分、その、多分ね、マックスじゃないよね、今の大城あかりって。思ったより受け流して勝ってるもんね。このベースが高いですよね、他の。そうそうそう、もう受け流してる感じですよね。あ、そういうチョイスがあるんなら、私もこういう感じでやっちゃうわよ、みたいなね。やっぱ、あの大城あかりにメンタルでグッと押し込めるのは、やっぱメグしかいないよね。多分そう思う。ここはまだ私の許容範囲みたいな感じで受けてる感じだもんね。まあでも強いよね。でもまたね、俺は絶対もう諦めてないから、オリエッティも来るかもしれんな、来る可能性もあるなと思ってるしね。頑張ってね。頑張ります。さあ、それではなんかイベント情報、クライマックスオブダーツボール2北九州、9月13日。12です。あ？ボリューム12。ボリューム、俺何つった？2。あ、ボリューム2。ボリューム12。あ、そうよね。12年目よね。北九州。私も出ます。あ、出る。なんかどんどんちょっと答えて質問。23日来ると。あ！ 23 日って何ですか？23日来ると？熊本大会。あ、出ます。大分弁の話してよ。言って。23日くるん、くるん行きます。あれ？今どこのが流れた？イベント情報。熊本大会と。あ、熊本大会だ。クライマックス。クライマックス。クライマックスか。クライマックス微妙なんよね。何をですか？いやいや、クライマックスほら、パーフェクトがあるじゃん。あ、次の日ですね。そうそうそう。織江さん、かわいい。かわいい。かわいいと思う。いいえ。
熊本去年も出たもんね。オリエッティのお子さんビジネスはい、はい、そこはちゃんとチェックするんだよね。どうどうなの家で親子喧嘩とかする？いやしない。あ、すんと、はい、あ、素直。はい。あ、そうだよね。 AKB とかする？いや、妖怪ウォッチですね今。あ、まだそんな子供ないんや。でも小5ですけど。嘘、俺小5とか小学校5年生ぐらいの時に多分大場久美子に狂っとったね多分。コメントさーんって言ったもんね。知っと知らないですけど。コメントさーんって俺ずっとしよったもんね。その前はずっとピンクレディやったもんね。ピンクレディみたいな。ピンクレディ知らない。ピンクレディは知ってますよ。あ、知っと。オリエさん怖いってよ。怖いってよく言われます。え、不純だ、大場久美子古すぎ、フルピンクレディ。そうですよね。年ですか？年アムロ教育ほどこし、あ、アムロ教育にすると、あ、アムロ並みにするってこと。うん、でもミニスカートしか履かないのはその影響かもしれないですね。うん、あ、娘がですね。娘がミニスカートしか履かんと、うんうん、俺も作る。何で、ね、DKB48 ダーツの、あ、ダーツの娘みんな集めてトリンダードのじゃなくてもダーツの娘みんな集めてなんか DKB48 とかだって D ダーツ K は何？ D 何なのかな。 D なんとか48しようかな。でみんなほらね、だけ山田の娘山田の娘2人もうあのほらなんつうかね、もう一日中唐揚げ食べとうこと俺が寄っていったら超睨みつけること山田の娘2人とオリエちゃんの娘やろ、うん、あと誰かおったか。あ、もっちもっちも娘やったっけ。2人今もっちも2人、うん、もっちの娘もう5人。あ、もう5人もう5人でしたね。売れんやろうけどね。さくらさくら、あ、どうぞどうぞ、もうどんどんいい、どんどんいい、どんどんいいよ。とにかく体重を80キロ以上にせんどって、それあせんどって、あ、さ、80キロ以上あんまり 太らせんようにしとってください。太ったらもうお笑いしかないんで。70キロはやばい。70キロもやばいよね。で、ずいぶんハードル緩いなって。ハードル緩いか。分かった、分かった。さあ、あ、さあ、さあ。なんかここの画面以外で失礼な発言が向こうから飛んでくる。相良俊介。あ、俊介は、あれ多分ね、あの、もうそろそろ臨月。だいぶ温めてます。 あの人やばいよね。だいぶ温めてますよね。あの人やばいやばい。あれどんどんもう多分ね、もう多分ね、もうずっとこの中におるよ。ずっと居心地がいいけん。ダーツ48、あ、そんなもんか。 DRT か。なんてそんなやつあんまりないだろうみたいな。 TV の愛人48。もうね、それやめても、そんな、ね、その山田とかにもショック死するよ、そんなねえ。じゃあ、ダーツするか。ダーツします。あ、でも、ちょっと待って。あ、もう3つ質問出した？はい。じゃあ、最後。4つ目。どれを渡していいの？あ、ケースに入れたら。あ、これ。これだ。あ、メイン。うん、これ、それです。これプレゼント。これいいですよ。これね、まだ誰も持ってないです。日本中で送るのはあなたが一番最初。これはシャンブル。はい。シャンブル。じゃんじゃじゃん、ガーンって、ガーンみたいな、ガーンみたいな。これで、これゴムになってるんですよ。これピーってゴム。ピュッ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 って。ゴムになりのここに入れて、要するにこうゴムでこの上からバンとして止めると、はい、でトーナメントでももうすぐ使えますみたいな、うん、あ、結構いいね、細いし使い勝手がいい、いいですね、ゴム。
でこうやって試合の時はこうやってゴムおろしのこうね試合の時はもうハマどうせこれもハマろうでちょっと待って次は絶対送信準備して絶対送信準備してってえさあこれはいいよこれはこれポスターあるいくらこれこれは中にバレルも入ってるバレルも入れられるほらあ落ちたあごめんごめん、はい、ごめんねあごめんオリエッティが拾ってくれたよしこれはいいよこれはこれポスターみたいなのある出してあげて違うこれ結構雑な性格大型あ出てます使いやすとさコンパクトに追求ピンクもあるよでもオリエッティのあれやでしょあかわいいポーチこれいつもつけると、はい、かわいい、はい、ちょっとシャネルっぽい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 ということでクイズ何にする決めてないですねあクイズ決めてないじゃあなんかクイズ出してその代わりハマロードがもう分かってないようなクイズにしてなんかこうなんかまつげは、取れたあもう大丈夫大丈夫娘の名前あいやいやそれそういうのダメもうそういう内々あ違うそういう内々なのはやっぱ内々の人がもうワールドワイドワールドワイド誰も知らないですじゃあ俺カウントアップするでもカウントアップダメ？いや全然大丈夫です。でもカウントアップ俺最近練習しない。最近もう忙しくてパーフェクトとかで。これフリーです。なハゲ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 。なんで？オリエさんのバレル作る。あオリエってバレル作りたい？作りたいです。あ作りたいや。今ない？今。更新横浜の更新前で13でした13かもう一歩だな最初がね厳しい最初がねあでもどうあでも前線出てないやろ今季今出てますあ出とった、うん、ロビン最初の方にちょっとロビン打ちが最近さ結構若手もうまい子出てきたよねそうですねあのほら、ね、あいつちょっと結構独白え独白ほら佐藤じゃねえしおりですあいやかすみ何かすみだっけ佐藤かすみ全然独白かな独白はく結構あの子強いよ面白い話しとったうん、うん、このハゴハゲ死ねえみたいなことを俺に言ってきたけど絶対嘘だそれやけどそれやけどいやいやさ佐藤しおりちゃんうまいやん佐藤しおりちゃんじゃないよなん佐藤かすみよね佐藤かすみってうまい子が7位ぐらい来てね今ねあの子と同級生あれよねほらもう一人いるじゃん最近藤野そうなんだあの藤野さんに負けたんですあこの間藤野さんに負けたあそうなんやなかなかいいねハゲドンあハゲドンそうそうハゲドン俺壁ドンじゃなくてハゲドンしたの知っといや知らんですけどオリエちゃん今度壁ドンしていいハゲドンしていい何ですかハゲドンってハゲドンって俺この間したあと6分あと6分5分前になりますあ引いてる気持ち悪い気持ち悪いヤンキーアドレス出してくるじゃあこれよしこれですねチャンブル何にするクイズどういうクイズ出しをし投げないですかあ佐藤翔さんもダーツあ今度呼ぼっかそうですね9時まで仕事らしいんですよ9時過ぎまでどこで小倉と福岡の間が仲間そうですねちょっと、うん、1時間ぐらいとあただダーツしよっかダーツじゃあ僕とオリエちゃんダブルしますその2人のカウントアップの一番近い点数。カウントアップ。あ、カウントアップ。あ、じゃあ勝負しよう。勝負。俺でどっちが勝つか。あ、オンライン対戦しようか。
ちょ、俺練習させて。最近投げてないよ、ダーツ周り。クイズじゃなしにってこと。あ、クイズ、いやいや、クイズな何にする、なんか。でも勝ち負けしか選べないですね。勝ち負けか。いや、早いもんじゃ面白くないんだよ。はい、それやっぱハマログの。あ、もう出ます。延長するかどうかはちょっと延長、延長しますか。はい、電車何時？50分。あ、全然大丈夫。宿泊費を出してくれるそうで。何を？宿泊費を出してくれるそうです。いや、大丈夫よ、宿泊費出さんでも。今度飯、あ、よし、どうする？じゃあオンライン対戦する。あ、オンライン対戦じゃクイズにならんよね。なんか考えましょう。オリジナルカウントアップ最高級とか知ってるんですよ、浜さん。じゃあ俺とオリエちゃんのカウントアップの合計って。じゃあ俺とオリエちゃんのカウントアップの合計って。オリエには負けねえ。ちょ、こっち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 して。こっちグリッとして。コメント見えるようにして。さあ、誰がシャンブル当てるのか。それやらせに。これもう当てたらもうハマロードじゃなくてカミロード、カミロドリゲス。ハゲポ。あ、俺もじゃあこれ脱いでするわ。ハゲポ TV 飛びいすね。いやいや、最近ねちょっとね、もう迷っとんやん。迷う。じゃあ次行こう。じゃあ僕とオリエッティの最高点、あ、じゃあ合計点。合計点。成功方法は？いや、どっちでもいい。オリエッティ、オリエッティ成功。はい。いや、コイン同士じゃなくていいよ、別に。オリエッティからいきゃいいよ。そのまま押しゃいいよ。お願いします。お願いします。ちゃうよ。じゃあ皆さん、あ、でもちょっと待って、ちょっと待って、まだ。もう来た？いっぱい人来た？まだ来てますね。じゃあ、じゃ、待って。そうですね、どうせな。はい。TV 顔がブルみたい。ああ、それは私はブルみたいな顔してますよ。今日は福岡泊まりですか？眩しい。TV 髪、あ、そう。あ、ハゲ眩しいぞ。TV ふさふさ。もう。自ら行きます。さあ行こうか。じゃあ、何ラウンドでする？もう締め切る？大丈夫？締め切りますか。じゃあお願いします。はい、じゃあ締め切りました。ハゲ眩しいぞ。はい、行こう。コンドルはティップもフライも素晴らしい、はい、サンキュー。あ、打倒オリエッティ。あー、ごめん、感じないか。口癖のようにごめんって言ってしまった。ナイスアット。しないっすか。頼む、 TV ダンスさせてくれ、神様。 TV ハットを出して TV ダンスさせてくれ。カバーカバー。
TV 入れる気ないし、入れる気あります絶対頑張る。あれ、あれ本気でやる。よっしゃ、あ、バンブル。何が？手が震えてるよ。違う、そんなことない。リスペクトしてるんですよ、ロドリゲスは。今のところせんよ。 TV 今日後頭部につけてます。メンタルきます、ゲンさんが。うん、これ見ちゃダメ、見たらダメですね、このコメント。コメント見ていいよ。いや、TV 毛が増えた。 TV 毛が増えてるぞ。本当？マジ？超嬉しい。マジ？あかん、高く見積もりすぎた。どうした？俺でもレーティング15もあるんや。あ、オリエって18あるった。いやー、ハゲダンスじゃなかった、 TV ダンスしたかった。ハゲダンスじゃなかった、 TV ダンスしたかった、マジで。ハゲドンに、この間 TV ハゲダンスよ、ハゲダンス。自分で言っちゃったんだよ。超ハゲダンスしたかった今。あ、今日一受けとけば。でも絶対ハゲダンスしちゃう。ハゲダンスしたかった今の。これで絶対決まる。ゴロはいいけど、ダンス。あれ全然入らなかった。なんか666いいね。これいいよ、666。いいことがありそう。お願い、ハゲダンスさせてください、神様。絶対ハゲダンスさせてください。ああ。来ましたよ皆さん。ハゲダンスしましたけどね。はい、こっちグルーと回して。はい、来ました。何点？1227。1200、なんかこうピッとなっとうね。1227。TV とりあえず踊って踊りました、ハゲダンス。当たった？
ビンゴはない。あ、ちょ、ちょ、ごめん、ハイボールちょうだい。カッシーさん、カッシーさん、1200。カッシーさん、カッシーさん、1200点。求愛のハゲダンスかも。カッシーさん、これ、これじゃないですよ、こっちの方ね。チャンブル、シャンブル、シャンブル、なんかプレゼント番組みたいになりそうな中身がない番組になってきましたよ。中身がない番組になりつつありますよ、シャンブル。これね、送料着払い、あ、こっち持ち、ガミンみたいな。はい、チャンブル送りますよ、カッシーさん。え、サイン入れてやるよ。本当にサイン、サインクソ、クソハゲ。これ悪意やね、悪意。けど悪口多い。カッシーです。え、カッシーさん何、どこある？そこ赤いの、本物ですかね。何ですか、カッシーです。あ、カッシーさん、クソハゲ。クソハゲって。ということで、カッシーさん送りますよ。TV のポケマネ、先週面白くなかった。先週面白くなかったですか？いや、先週結構面白くなかったですか？多分あれです、あれです、あの、あれはあれです、ナインダーツクルーナインダーツクルーがちょっといろんな小手先のテクニックを使って、会話すればいいんですよ、こうやってボロクソで笑うた。デート券、あ、デート券やこう2人、じゃあデートするとしたらどこがいい？止めて場ですかね。止めて場、止めて場。いやいや、じゃあ例えば、じゃあ今、じゃあ例えばデートするとしたらどこがいい？止めて場じゃなくて、自分的に今行きたいところってことですか？うん、TV ハゲ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 、また来た。お前が言うの？いや、いや、でもさ、カチカチしてましたもん。あ、お兄ちゃんがやったらハゲネタでさっきから笑ってます。ああ。なんでそのハゲ、ハゲが好きなの？ダメですよ、源さんの言うこと信じたら。あ、TV アリゲル教えてってよ、アリゲル、アリゲル。今度田中美穂モデル、アレクシスアルゲロ、アルゲルよ、アルゲロ。人、アリゲル出して。かっこいいじゃん、これもう。もうね、俺の一番好きなボクサー。うん、そうそうそう。最後ね。ボクサー、ボクサー。最後、みんな知ってますよね、アルゲロ、アルゲロ、アルゲロ、アレクシス・アルゲロって言って、でもこんなことさ言ってもさ、ボクシングネタ最悪とか言う人がおるわけ。アルゲロよ、アルゲロって言って、あの、おったと、この人がアーロン・プライヤーで知ってます？あ、そうそう、アルゲロ、アレクシス・アルゲロ、アルゲロ。もうちょっとかっこいいけどね。なんかちょっとかっこいい、あの4文字がどこ、アルゲロ。もっとかっこいいっちゃけど、あんな顔してるんです、興味ないし。ごめんなさい、ボクシングネタ禁止っていう人がおるじゃん。なんでですかね。え、やっぱ自分のわからんことを話されたらイライラする。あ、そうそう、これ打ち下ろしの右、かっこいいやろこれね、ロイヤル小林。そう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 、に髪なかった TV に似てんじゃない？髪なかった TV、 髪 あるよね、ボクシングネタかも。で、めっちゃかっこよかった。なんか、ヨちゃんが調べたらしいんですよ。たら最後自殺されたんですよね。そこまで調べたの？自殺じゃない、はい、自殺じゃない、自殺じゃない。っていうショック受けてました。違う。あ、ショック受けてた。なんでこれ消えたよ。コメント消えた。あ、すみません。ショック受けとったった。ショック。調べたよ。TV が左が TV。酔っ払いな。アルゲロ
あ、ショックやったった。ショックやったった。どこだ。まあまあいいじゃないの。いいじゃないの。さあ、そういうこの間どうでした砦。砦どうでした皆さん。砦見た男子。見ます。放送で。あの移動しながらユーストで。どうでしたどうでした。砦全国大会。太郎さんが。そう。太郎ちゃんがすごかったんや。追い詰められて抜き、追い詰められて抜き。よ、砦から、砦から、最後の砦から、後がない中で、相手の先鋒、小池選手を出しそうだ。3回続けた。すごい。さあ、高橋選手が最先のいい、イケメン。まだ一緒。イケメン。高橋、ね、あ強い。さあ高橋文樹が小池誠に続き井川祐介も抜きました。12人抜きっていうか、これだ、これ文樹。なんと高橋文樹がこの決勝で、ね、要するに小池誠、井川雄介、そして大峰翔まで抜き、愛知の最後の砦で川原を引っ張り出してきました。あら、次は荷物を引き継いで手間がくない。ということは、いや高橋君は、ね、なんと美味しいところを持っていくのか、高橋君。話したことある？4人抜きだ。ちょっとまだ出すやつ。たたたた。もういいんじゃない？川原って下がると、川原ってこういうのに下がるパスティングがあって、あ、俺の声聞こえん？聞こえません？もういいよいいよ。なになに、高橋って、高橋かっこいい、イケメン、綺麗な本名やな。妹と藤原、高橋呼んで見たい対戦見せてもらえない。そうなんよね、妹マジシャン。いや妹選手ってマジシャンがいるらしいよ。でマジシャンでちょっと放送席呼んだよ、うん、でマジシャンにマジックしてて俺無茶振りしたよ。道具持ってきてません。いやいやいや、マジシャンはそんなことじゃないよみたいな話したら、えらい盛り上がっとった。高橋は東京やし、そう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 、東京 B ね、そう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 、イケメン髪ふさふさ野郎強かった、イケメン髪。なんかさ、絶対髪とリンクしたがるよね多分ね。この俺のことハゲとか、もう帽子取れとか眩しいとか書きよう、多分一人や、絶対一人と思う。俺あんたでしょ、一人でずっと書きまくってでしょ、ずっとこうやって同じことばっかり、絶対そう。 TV にハゲてるやつ。俺ね、多分ね、俺ほんとなんかね、なんかちっちゃい頃からそのなんていうの、あんまり悩むとかないよ、うん、へこむとかもなんか分からんのよ、その感覚が。確かに、あ、今のダメやったなーとか思っちゃうけど、もう1分後ぐらいには忘れておっちゃうね。いいですね。いやいや、そんな感じじゃない、人間って分からんのよ俺、そういうのが。うーん、だからあんまりそんなもう深刻なことがあったけど気に、あったとも思わんけど、そんなんよ。レーザーでテーパーあるんですか。 TV 始まった時髪見えてるな。TV ハゲイコール喜ぶ。いや、ボディーブライ、ボディーブローみたいな。違う違う、田川出身はないやろね、田川じゃないよみたいな。誰やった、あの田川出身の芸人おったよね。そうか、いや、こんな頭しとう芸人おったやん。誰やったっけ、田川の誰だっけ。わかんない。あ、バカリズムはふさふさやろうよ、田川です。バカリズム、バカリズムは違う、バカリズムは飯塚
田川はほらあの南部小鉄じゃあ滝川由美の娘付き合った子おるやん。いや知っとうよね、まあ、あいつねこんな頭しとるのおるやん。小峠そうそうそう田川なんですね。こあ小峠やおお大人大じ大人あ大人じゃないね。俺も昔田川よう行けとっちゃうね。帽子かぶるか外すかどっちか知ってるよ。厳しい今日の人おおなんて日、あそうそこで俺がすかさず言わないかんてよ、おおなんて日だみたいな、なんて日だ。そうだよね、オリエティのレーザーちょうだいってよ。あじゃあこれいっちゃう。いやでもこれダメ、いやいやいや、いいよいいよ、読者プレゼントする視聴いいですけど、いいよいいよ、うん、またうち、うん、はい、あのあれ、はい、それではオリエッティセット、今日投げたオリエッティセットレーザーアップして、アップレーザートリニダード X レーザー、これやっぱどういうところがいい。わかんない、なんかすごいよね、ゴリゴリよね、手がボロボロになります。え、あ、ほんと、よし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 もう一回もよし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 、はい、よしよしめっちゃよし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 へへへへへこれすごいね、これめちゃアップして、はい、じゃあこれをセットでいく。いやいや、1本もらっても困るんじゃない。あれ、そういうことじゃない。じゃあ、こげんしょ。ティップ1本ずつと、フライト1個ずつと、バレル1個ずつ。9本。9セット。TV タコ大王。これクイズいく？じゃあ、オリエッティなんかクイズ出して。何がいいですかね。なんかね、何がいい？浜さんを防ぐ。いや別に浜さんと全然防ぐ浜さんを防ぐようなそんな解消の気量の低い。でもこれいいよね、このバレエ絶対いいけん、絶対いいはず。こんなになっとうし、ほらこんなになっとうよ。なんでもいいんですかね。じゃあね、なんかちょっとまだバレエとデビュー戦の場所、いやちょっと待って、そんな真面目な感じですね。いや真面目な感じじゃなくて、そんなネットですぐ調べて出てくるようなクイズはダメ。私が行くアムロちゃんのライブの日はいつかとか。どこに行くと思う。じゃあ他は他こうかだけ、ただお前近づきたいだけやろみたいな感じ。ひそひそなってないらしいですよ。聞こえたよ。じゃあね、じゃあ何、何がある？何がありますかね。昨日、あ、そっか。いいよ、それでいい。調べたら分かる。昨日すぐ締め切ります？何？昨日の何？カウントアップの点数。昨日、なんかそのカウントアップ、なんかカウントアップ、じゃあいい、もう、分かった、じゃあ俺で行くよ。TV 俺が触ったら価値下がるけん、触るなって。ひってぇ、マジで。じゃあ、じゃあですね、いきますよ。いや、やっぱやめとこう、これ。もうこれでちょっと間が長いね。10分前です。え、もう10分前、早いね。早っ。あっ、オリエッティの旧姓って。旧姓それ分かるやろ、すぐ。分かりますか。あ、そっか、分かるかな。早く10分前、TV の髪の毛の本数は俺、一緒よ、多分。いや、何笑うと一緒のわけないって思うよろ。一緒よ、俺。髪の毛の本数、俺オリエちゃんと髪の毛の本数は一緒だよ。俺髪が細いだけ。あ、なんか早くしてって。あ、早くせいやって。昨日の晩飯で。じゃあオリエッティの昨日の晩飯の主食は5つ出して。
主食。え？昨日晩飯の。昨日の U1 の主食、主食、メインディッシュを5つ出して。5つ出して。5択ってこと？5択。ああ。でそのうちの本当のが1個あればいいわけよ。そんなの当たり前や、そんなこと言われんでも分かっとるわーみたいな。私昨日何食べたんそう、昨日の晩飯忘れるようじゃやばいよね。やばいですね。そのなんか地方のあれの1個に入ってました。俺の昨日の晩飯はあれ、あ、イワシ、イワシの煮付け。食って大体ご飯でしょうね。じゃあ今日は今日の昼ご飯 5択、メインディッシュ、例えばラーメン、うどん。いや、なんかそれ面白くない、なんか面白くないな。面白くなくてもいいけど早く出したい。早く出したい、はい、わかりました。じゃあ、はい、それで今日のお昼。あ、ちょ待って、何、今おなら減った、今。いや、今ブーって音がしたけど。してないですよ。昨日イワシの煮付け、昨日僕はイワシの煮付けと野菜スープ、いいでしょう。おとといは何か忘れた。コタコは早いもん。あれ、何でもいい、今日のお昼でいいんですかね。いや、何でもいいよ。今日のお昼でいいんじゃないですか。お昼でいいですかね。何食べたかですね、うん、コンビニか。コンビニ食べた。コンビニで買ったか。あ、コンビニ行って買ったか。はい。MK。コンビニ行って買ったか、 MK か。MK って MK レストラン？うん、食べ放題。コンビニ MK、はい。ロッテリア。ロッテリア。クリスピードーナツ。クリスピードーナツ。ケンタッキー。ケンタッキー。さあ、この5つのうちどれでしょう？もう一回言って。コンビニ MK ロッテリア、クリスピードーナツ、クリスピードーナツ、ケンタッキー正解。ケンタッキーじゃないな。なんでですか。マスクメロン、コンビニ MK、 あ、早っ、クリスピー。ちなみに今日大分から移動して地下鉄で天神まで出てますから、その途中で食べてます。ケンタッキー絶対ない。もう正解。あ、ちょ待って MK もう 5種類出た。あ、もういいや、はい、正解は、あ、正解、俺に言ったらいいかな。じゃあ締め切りました。はい。で、当たったら何やったっけ。それで、あ、当たったら3日前に渡したこのオリエッティセット。もういいですか。はい。ということで正解いいですか。言いますよ。はい、もう締め切っとうだよね。はい、はい、じゃあ正解どうぞ。あ、ロッテリア。ロッテリア。普通でした。普通やね。俺もそう思った。一番早い人ね、正解者。正解一番早い人。ハマるの。ハマるの、また来るかー。お前ってやつは。ハマるぞ。コンビニ。ハマロドはちなみにコンビニでした。あ、外しちゃった。ハマロド残念。正解出していいですか。あ、正解、はい。ヒロノリ。ヒロノリ。嘘。ヒロノリ、この間結婚式行ったよ。俺行ったろ、結婚式。ヒロノリおめでとう。奥さん可愛いね。ヒロノリ。なあ、まさかお前があんな綺麗な奥さんをもらうとは思わんかった、ひろのり。でもね、あのね、福岡県警のかぶり物はね、ダメだったね。僕うまいです。福岡県警のかぶり物したよ。
あの御用って言ってこんな被り物が来て警察なんや御用って言って被り物でひろのりが出てきたの。いや本当そうなんやろね多分きっとひろのりそうなんだよ御用って人いやいや福岡県あ福岡県外のあれ出してよその御用っていうな福岡県外のマスコット早く早くもうねひろのりが御用だ御用だっつっていや本当よこれひろのりお前が御用だよって書かれてええおあこれ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 のかぶこれのかぶりもんこれこれイラストこれかぶりもんをひろのりがかぶって御用だ御用だって出てきたひろのりがああんいや本当よいや嘘じゃないでしょ嘘とは思ってないですよ、うん、そうそう何の話いや結婚式の時までの話ひろのりが御用だ御用だって出てきた人がオリエッティのバレルを当てたっていう話いや本当本当オリエちゃんドン引きいや本当本当これ本当やけこれ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 被って出てきた福岡でいや本当よ疑ってはないです疑ってはないですこの人じゃないこの当てた方ではないこの当てた人ではないかな多分ねということでひろのりおめでとうございます奥さん可愛くてびっくりした送るねバレるもうこんなもんでいいからもうあと時間もやっつけですね。そうですね。今日何やったの今日の番組はごめんねオリエ。いや私オンラインを楽しみにしてたんです。あオンライン対戦したかった。やる今から。出せない。やるオンライン対戦。やるオンライン対戦 TV 頭硬いな頭皮もだけど。やめた方がいいと思います。え？あもう今日はもういいね。わかりました、はい、流れ的にじゃあ皆さんひろのりがご用だご用だっていうことでじゃあさよならさよならなんですかこの終わりさよならこんな終わり方ですいつもあこれをこれを映してくださいこれ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 10月25日あこっちこっちあ、こっちこっちこっち向こうです、向こうです、向こうですこっち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 わざとですあ、10月25日ヒトジャングルで初トーナメントしますはい、もう大丈夫ですよ、はい、いや、その前に一回来ればいいよ、またあ、じゃあよ、はいまたこれも取っとってくださいじゃあ取っとってください受ける初日の出TV お胸なのもう明けわからんおねむなあおねむおさみなの今日ダメ俺今日ダメちょっと真面目多いですね今日グダグダ今日俺グダグダ飲んできたのかないやいや飲んでないですけどもう大体ねなんか読み間違い多いですよ多いですいやいや単語社長源さんの言う通りで源さんはなんで人気があるんですいや人気ない人気ない あいつはもう人にかかスタッフに書かせるってずっと源さん源さん勘弁してくださいそれは冗談です1分前はい1分前血管詰まってんじゃない、はい、お礼ちゃんありがとういや1分前なので源さん好きですよ書かしてるんですねいやいや寂しいねグダグダ TV なんかさいいのこんなんで来週はお盆休みあ来週もある来週何月何日さっき出てましたよね来週クソハゲ邪魔じゃひどなんかもうさもうほんと意地悪いよね8月19日水曜日来週水区スイク、スイク、スイクよ、スイク。はい、対戦します。対戦、スイク。したらね、バイバーイ。したら。あ、なんか乗っ取られそうですよ。うぜー、バイバーイ。もういいや、もう早く消してよ画面。
ということで絶好調決まったはい、ということで、はい、おわー素晴らしい。何をおっしゃるの、佐々木さん。すいません、おめでとう、よっしゃー、やったやった。いやあ、でもいい表情ですね、みんな。TBTV やばい、なんすかこれ。自分が作ってるのは基本的プロモデルです、はい、おお大変なことになりますよ、本当に。今日も TBTV 行きますよ。これバーソーやん。グランプリ金賞受賞、九州名物